豊島よしお私が顔を出すとあなたはいつもくすぐったいような表情をしますね。このくすぐったいというやつはなかなか複雑微妙な感情でして私は。 一体あなたから嫌われれかかれててるるののかかか、好戸惑いさせられますよもっとも私としてはあなたから好かれようと嫌われようとそんなことはどうでもよろしいのですがあなたの方ではそれをはっきりさせとく必要がありますよさもないと私はあなたをくすぐりくすぐり 息の根を止めるようなことになるかもしれませんからね。あなたは猫をくすぐってみたことがありますね。ところが猫は全く平気だったでしょう。くすぐられる場所が異なるにつれて、あるいは喉を鳴らしたり、あるいは耳を垂れたり、あるいは手足を伸ばしたり、それだけで少しもくすぐったがる様子は見えなかったでしょう。 それを不思議がって、さらに猫をあちこちくすぐってみるあなたの方は何かみだらがましくてそして滑稽でしたよつまりあなたの方が猫より下劣でした猫と同じようにあなたがガラス戸の中でひなたぼっこをしたり電気こたつでうつらうつらしたりやたらにあくびしたりするのを私はとやかく言うのではありません 猫でさえも、そうです。猫でさえもそんなことをしてるのだから、人間がしていけないということはありますまい。家の中のようは、女中や諸生がしてくれるし、あなたは何にもしなくても構いやしません。働かざる者は食うべからずと、そんな野暮なことは私は言いません。だが、 日なたの縁側やこたつの上でうどうとしている猫の居眠りはあなたのそれよりは少なくとも純粋ですその時々の食べ物で腹を満たしさえすればある程度の運気の中にただ単純に居眠っているのですだがあなたははっと気を取り直したわ秋山さんへ電話してみようかどうしようかと 心の中でやきもきしていたではありませんか猫に小判そんなことわざは猫の無知を軽蔑することにはならずかえってそれを羨むことになるのです秋山さんから果たして50万の現金が来るかどうかあなたは待ちこがれて猫を邪剣に取り扱ったことさえありましたね50万円といえばかなりの金額であることを 私も知っていますそれがあなたの属している保守党では代議士の選挙費用などに造作なく使い果たされていますね金があったからこそ当選した代議士がいかに多いことでしょうだからあなたが50万の金を待ち焦がれたことも私には理解できますよあなたのご主人が生存中は さすが正解の黒幕だけあって随分多額の金があなたの家で受け渡しされたものです未亡人のあなたの手でも同じことがなされましたそして今度また選挙期になるといろいろな人があなたのところに出入りするようになりましたねあなたとしてはどうしても金が必要なところでしょう みぼうじんというかおがありますからね秋山さんから50万円のげんきんがとどけられるとあなたはほんとうにうれしそうなかおをしましたね猫がネズミをとらえたよりももっとうれしそうでしたよネズミをとらえた猫は率直にとびはねてよろこぶものですがあなたはそれよりもっと深刻で。 胸が踊り立つのを息を詰めて押しこらえそして抑さえに抑さえた喜びを瞳の光と目尻のしわの中に深々かかとたたえていましたそしてかさばった紙幣束を金庫にしまったから今度は真剣に考え込みましたねその金をすでに立候補している同志の誰かしらに分配してやったものかあるいは 分配は少額にしておいて自分も立候補したものかどうかその運命的な重大事がまだ決定していなかったでしょういいえそれは決まっていましたそんなことは嘘ですよあなたのご主人がただ正解の黒幕として終始されたおかげであなたが立候補されても公職追放令に引っかかることはないと それが噴霊しただけであなたはまだ本当に決心はつかず資格審査の申請に署名していなかったではありませんかあなたは考えあぐんで慌ただしく外出しましたよちょうどおあつらえ向きにお茶の集まりがありましたねこの集まりの主催者が当の狩猟株の一人たる大塚さんの夫人であるだけに 表面は単なる社交的な空気の中に自然とあちこちで政治向きの事柄がささやき交わされましたでしょう。その一つとしてちょっとした隙間に大塚夫人はあなたにささやきましたね今度立候補なさいますそうですね期待しておりますわあなたは左手を着物の襟元に持って行きながら ししました。あら私なんか出る幕ではございませんわ皆さんがしきりにおすすめなさいますけれどそのような外交的な言葉を大塚老婦人は無視してかかりましたね我が党の勝利は目に見えているそうですよそして大塚夫人は声を低めました厚生省など 婦人の意見が最も必要だそうですからその参予感にあなたが当てられているとか聞きましたよまあおからかいなすっては嫌でございますわあなたはすねたような身振りをしそこへほかの人々がやってきたので話はそれきりに終わりましたけれどその時あなたの決心は本当にはっきり定まったのではありませんか 当選は大抵間違いないとしてその前途に公正参与感それだけの夢があなたの立候補を決定せしめたのです夢と私は言いましたがあるいは実現されることかもしれませんそれにしても公正参与感という言葉はあなたにとっては何らの内容もない架空のもので またそれだけに一層光栄あるものと見えたでしょういつぞやあなたはある婦人会でちょっとしたおしゃべりをしましたね今や私どもにも男子と同様に参政権が与えられましたそしてこの婦人に与えられた権利を本当に生かしまするにはまず第一に私ども婦人の生活の仕方、 生き方を改革しななければなりません。その第一歩としましてはこれまで私どもを身動きできないまでに縛りつけていました台所の仕事から私ども自身を解放しなければなりません身を解放してそしてさらに台所の仕事を主催するようにならなければなりませんそういう趣旨の話は。 皆さんから大喝采を受けましたねそしてあなたは得意でしたねところがあなた自身台所の仕事などはあまりしたことがないんですからねそして台所の仕事から解放されてそれを逆に主催するとは一体どういうことであるか言ってるあなた自身にも聞いている皆さんにも さっっぱりりわかかはしなかったんですよ。ただ何かぼーっと空想的な美幸がさしてるにすぎませんでした公正参与感と全く同じことですよしかしそんなものがあなたの運命を決定する起源になるのだからバカにはできませんねあなたは自宅に電話をかけてごちそうになって汗ばんだから 風呂を沸かしておくようにと女中に言いつけました。が実は、大してご馳走にもならず、汗ばんでもいませんでしたよ。けれど、何かことがあると、つまり気持ちに変化があると、風呂を沸かさせるあなたの癖は、ちょっと面白いですね。あなたのところは五右衛門風呂で、何でも炊けるから便利ではありますが、燃料不足の檻から、 ふだんは銭湯に行き断るごとに自宅のを沸かさせるそこが面白いですねあなたはその晩自宅の風呂にのんびりと入浴しましたそして信明くんのところへ友人が来てウイスキーを出すついでにあなたの方も高木くんを相手にウイスキーを飲んでそして今度は。 本当にやせばみましたね。私はいささかあきれましたよ森山未亡人千香子さんあなたは丹膳を引っ掛けてこたつに当たりながらウイスキーをなめましたそして湯上がりの薄化粧の方を少しく蒸きさして高木くんをじっと見つめましたね 高木さん、私のためにこれから本当に勉強してくださいませんか高木君はびっくりして返事に詰まったようでした誰だって出し抜けにそんなことを言われたら戸惑うでしょうよ本当に勉強してくださるわねあなたは畳みかけてそう言って優しい目つきを見据えたままでした その目つきにすがりつくように高木くんはようやく言いました。何でも奥さんのおっしゃるとおりにしますよ。それが特別の勉強なのよ。あなたはにっこり笑ってそれからしばらく持って回った後に今度代議士の選挙に立候補しなければならなくなるかもしれないと打ち明けましたね。しかし、か それと高木くんの勉強と何の関係があるかはなかなか説明しませんでしたしそれはついに通り越されてしまいましたおじさんたち一門でやってる出版事業にいわば片足つき込んでいる高木くんはあなたにとっては一種のインテリに違いなく彼の特別の勉強は代議士とかよかんとかに随分役立つわけでしょうつまり あなたは自分で勉強する代わりに高木君に勉強させればよいわけですそういうことは日本の政治家には珍しくないことですからねしかしそれが悲しいかな高木君には分かりませんでしたよそして高木君はただあなたの立候補に不満の意を漏らしましたねしかしなぜ不満なのか 悲しいかな、あなたには分かりませんでしたこの2つの食い違いはちょっと興味のある問題ですよそういえば愛情もそうでしょうかおお本当の愛情などあなたは一体高木くんに対して持ったことがありましょうか高木くんはしばしばあまりにしばしばあなたを訪れてきて ただ、あなたのそばにいるのを楽しみにしていました。その高木君を。その高木君を。あなたは優しくあまりに優しくもたらしました。そして、あなたたちは和歌のことを話し、芝居のことを話し、花のことを語り小鳥を眺めました。それを私は悪いとは言いませんよ。 早春の甲でもう梅の花は咲きそろい桃のつぼみは膨らんでいますからねそれから庭にはシイの古木があってその小杖近くの空洞にはスズメが巣を作りシイ仲よくくちばしをつっつきあっては愛を語っていますから自然とその方へ目も向くでしょうよそれらのスズメを眺めてあなたはうっとりとほほ笑み 高木君はため息をつきましたねあなたは15年も年上の夫に長年仕えてきてそして今では未亡人でもう更年期にも近づいているのに一人で奥には惜しいと噂されるほどの容姿です高木君は顔立ちも身なりも整ってるおとなしい人柄であなたより10年余り若い独身者です だからあなたが高木くんを弟のようにまたは子どものようにかわいがろうと一向に不思議ではなく高木くんがあなたを姉のようにまたは母親のように慕おうと一向に不思議ではなくそれはまあちょっとしたロマンチックな感情で熱烈な恋愛にまで高まるものではありますまい。 ところであの晩金庫には紙幣が積み重なりあなたは厚生産予算の円形のもとに婦人代議士となり自宅の風呂に入りウイスキーによってそして事情がだいぶ変わってきました高木君はあなたの立候補に不満で次いで不安になり何か遠く後方へ放り出されたような心地で見えはしませんでしたが 涙を目の奥ににじませていました。それをあなたはむさぼるように楽しみましたね。私、あなたを本当に頼りにしてるのよ。そんなことをいわば餌食に向かって言う人がありますか？あなたはちょっとタバコをふかしてみたり、静かに微笑んだりして、高木君の寂しさというか。 それをむさぼり味わったものですあまり楽しんでいると肩も少しは凝りましょうよあなたは肩をちょっと叩きましたなんだか血圧が少し高いらしいのよでも死ぬなら脳溢血なんかがいいわね長く苦しまなくてひと思いに死ねるんだから丹膳を肩からずり落とし 炭禅を肩からずり落とし襟元をくつろげ手を差し入れて肩をなでましたねご覧なさいこんなよ血圧が高いと肩が凝るものかどうかその説明の代わりにあなたは高木くんの方へこたつ半分ほど体をずらせその手を取って懐から肩へと持ち込んでしまいました。 君もだいぶ酔ってはいましたが全く切なそうな顔つきでそして息を凝らしぼってりしたあなたの胸から肩へ手のひらを押し当てながらとうとうこたつ布団の上に顔を押し当ててしまいましたそれからそれから静かに手を引きましたよ「白状ね少しもんでよ」 君は目をつぶってあなたの肩の肌をもむ真似をしましたがやがてまた手を引っ込めましたよあなたの肩はほとんど凝っていませんでしただがあなたの体は汗ばんでいましたね暖炉が熱かったバカな口実を設けてはいけませんあなたの身内がほてっていたからでしょう。それはとにかく あなたはでしたたよ。ただじっと相手の手を握りしめるなりあるいはいきなり相手の首にかじりつくなりやり方はいくらでもあったでしょうそれを血圧が高そうだとか首が凝るようだとか言って相手の手を懐に引き入れるなんてバカバカしいことをしたものですねあなたはすずめの恋愛をじっと眺めました 盛りのついた猫の鳴き声に耳を傾けましたそれならばさらに庭の隅のあの古い池でものぞき込むとよろしかったでしょうあそこでは今ごろカエルどもが必死に恋愛をやっているはずですカエルといっても引きガエルですよあれは面白いやつで冬の間土に潜って冬眠していますが早春の陽気に目を覚ますと ののこのこ地中からはいだしてきて池に入りますそして十分に食べ物もとらないうちに早くも私有一段となって性行為に端滴します互いにしがみつき絡まり合って時折は水面に顔を出してハッと息をつきながらまたは水中からかすかな気泡を吐きながらそのわずかな しかし根強い生命力を性行為に集中しますしまいには精根つきてあおむけに大きな腹を水面すれすれにプクッと浮いてるものもありますそんなところをあなたは見たことがありますか油っこいものを腹に詰め込み酒に酔いそして切烈な芝居を試みるそんなくだらないことを 彼らはしません。こんなことを私が言うのもカエルの方があなたよりは純粋で紳士だと思うからにほかなりません私は人間ですものそれはもちろんあなたは人間ですよだけどその人間がそ知らぬ顔をして相手の手のひらを肌に押し当てたままうっとりと上期し 額の髪の生え際に汗の玉を浮かべいえ髪の生え際ばかりでなく全身の毛穴に汗ばんでいたではありませんか高木くんは何かおじを恐れて顔を伏せ手を引っ込めましたよこれが人間的な恋愛だったらつまり性欲ばかりでなくて愛情だったら高木くんは全身を投げ出したかもしれませんよ そもそもあなたが未亡人だったことがいけないのです。高揚された恋愛というものは男の方は別として女の方は霊場でも構わず人妻でも構わず娼婦でも構わず起源さえあれば成立するものですが未亡人ではなかなか困難ですよ。未亡人というものは大抵何か濁ったもの よどんだものいやらしいものを身につけています。つまりスッキリしていないんですね。すっきりした。未亡人。これは特別なもので。いわばちんぽでめったにあるものではありません。あなたがそのちんぽの1人だとうぬぼれてはいけませんよ。あなたは？普通にあり、ふれた未亡人の1人に過ぎませんよ。 あなたの髪の毛はまだ黒々として美しく肩は優しい古巣を描き瞳は澄んで輝き唇は軽く潤いを帯び全身の肉づきは柔らかく厚くまあそういったことは事実ではありますがしかしあなたはやはり普通の未亡人でどこか隅っこに赤がたまっておりどこか隅っこに周期がこびりついており。 どこかに空虚な隙間がありどこかにゆがんだものがありそれが単に肉体的なばかりでなく精神的にもそうなんですつまり真にすっきりとはしていないんですよ未亡人というものには人知れぬ苦労がありますそれは苦労はありましょうよだけど一体苦労のないものが世の中にありますか 未亡人というものは、わざわざ余計な苦労を作り出して、自らそれを楽しんでるところさえありますね。性欲のことを言うのではありませんよ。世間に対抗して意地を張るからです。もっとおとなしい気持ちでおればよろしいんですがね。あなたもずいぶん意地を張りました。その意地が今度第二しとか三女間とかいう空想で。すーっと とつらついたものだからつまり前途が明けて障害がなくなったものだからあなたはすっかりいい気になってちょっと高木くんをもてあそんでみたのでしょうだがなんというケチないたずらだったことでしょうもっと大胆にあるいは純粋にせめて池のカエルぐらいになったらいかがでしたか それにしても、高木くんは気の毒でしたよ。あなたの大きなちぶさの上の方、鎖骨のあたりや肩のあたりの脂肪の多い肌にじかに触れ、あなたの髪の香りを嗅ぎ、あなたの息を頬に受け、あなたの膝にかいなをつき、そしてすっかり、萎縮してしまいました。普通ならそれぐらいのことは何でもないんですが、 そこにロマンチックな憧れがあがれるものだから、そしてあなたが全身の毛穴を汗ばましているものだから打ちひしがれた気持ちになるのも無理はありません思いがけない局面になったのですその局面の中で一個の未亡人にぶつかったのです彼はおびえ縮こまって黙ってウイスキーを飲みましたねそして 彼がほとんど口をきかなかったのはあなたにとって幸せなわけでしたもしも彼がくだらないことをしゃべりだしたり勝手なまねをしたりしたらあなたはゆっくりおもちゃを楽しむことができなかったでしょうからねあなたの方はもうそれで十分だったでしょうけれど高木くんはかわいそうに心の置きどころがわからなくなってぐずぐずしているうちに時間を過ごし とまっっててくようなことになこにしまいまいしした。しかもあなたからはもう一個も与えられずそして三分的な情景が展開されたのですよ信明が友人が帰ってからそこへ顔を出すとまた酒の興が増し「あなたもだいぶ飲みましたね」そして書生や女中まで呼び出して宣言しました私は、 ととうとうお断りしかねて衆議院議員の選挙に立候補することになりましたそれでこれから当分の間人の出入りも今までより多くなるでしょうし御用も増えることでしょうよけれど家の中のことは手を省かずにきちっとやっていってくださいよ家庭の秩序といいますかそれだけはいつも保ってゆかなければなりませんからね 所と女中はおじぎをするようにうなずきましたねまったく家庭の秩序とは大出来でしたよ。しかしそのようなことには信明くんなんかは無関心のようでした若い科学者たる彼はあなたの立候補を油野的な目でしか見ていませんでしたよそれもまあお母さんの道楽としてはいいかもしれませんね このごろあまり面白いことがありませんからあなたは大げさに怒ったような様子をしましたねまた何を言うんですかあなたはいつも政治を軽蔑しますが現に政治の中に生きていない人が一人だってあるでしょうか僕は政治の外に行きたいですね現在のような政治ならですよそしてあなたたちは政治の中に生きるとか 政治の外に生きるとかそんなことを論じ合いましたねそれも親子の愛情を持って冗談交じりにそして信明くんの方からいいかげんに調子を合わせていわば酒の魚にしたのでしょうかそして沈黙の合間にあなたは冷たい微風に似た赤涼を感じましたねこの点については 私はあなたを尊敬しますよ。森山未亡人子さんさ翌朝あなたは珍しく寝坊しましたね。前夜ウイスキーの酔いが頭に上りまたいろいろな雑念が頭に上ってなかなか眠れなかったゆえでしょう。あなたが起きた時にはもう信明くんも高木くんも出かけていました。そのことを、 あなたはちょっと意外に思ったようですが、すぐにその気持ちも忘れてしまいましたね。そして、いつもより入念にお化粧をしましたね。それから、立候補のための資格審査の申請に署名をし、秋山さんのところと党の本部とに、立候補を承諾する電話をかけました。党の本部からは、改めてしかるべき人が連絡に来るということで、それで見ても、 あなたの社会的地位が相当なものだということがわかりますねところがそこでちょっとあなたは迷いましたね何か大きな不安が襲ってきてじっと落ち着いていることができず何かをしなければならないが何をしてよいかわからず当惑しましたね相当な社会的地位にあるあなたがいよいよ立候補の決心をしたとなると いろいろ処理すべきことも多いはずでしたがさて何をどう処理すべきかわかりませんでしたねあいにく訪問客もなく差し当たって訪問すべき人も見いだせずさりとて猫を相手にこたつに当たったりひなたぼっこをしたりするのももうできないことでした活動しなければならない身ですからねそしてためらいまどったあげく まず墓参りをしよようとあなたたたはは思いつきましししねこれには私も意外でしたよしかしこの墓参りは他に行くところもないしさりとてどこかへ行かなければならないからという程度のものであるとともにまた一度思いつけばそれが気持ちにぴったりときてあなたの言葉を借りれば家庭の秩序の一環をなすものでさえありました。 思いつくと同時に、あなたはそれに決めて、それからこれは異例なことですが女中をお供に連れて行くことにしましたねどうしてそんな気になったのかあなた自身にもよく分からなかったことでしょうまあ婦人代議士という気分のせいだったでしょうかねそこで諸星に留守中の注意を与え離れに住んでいる親戚の一家にも留守」を頼んであなたは 女中を従えて出かけました。その弟子なにちょっと邪魔が起こりましたね。小川夫人が訪れてきました。あなたは彼女を奥の部屋ではなく応接室に通していろいろな表情をしましたよ。まあお珍しいよくいらしてくださいましたわね。しばらくお目にかかりませんのでどうしていらっしゃるかと。 こちらからかお伺いしようと思っていたところでございますよ。ところがあいにくいろいろ忙しかったものですからちょうど出かけようとしていますところでどういたしましょう急な用事がございましてねあなたは嘘を言っているのではありませんでした墓参りに決めるとそれがもうあなたにとっては差し迫った休養となっていたんですからね 小川夫人はちょっと顔を曇らせましたがすぐにこびるような笑みを浮かべてまた出直してくると言いましたそして大した要件ではなくせんだってお頼みしておいたことについて伺ったのだと明かしましたそこで初めてあなたは思い出しましたね小川夫人のいとこにあたる一家が今年初め大連から引き上げてきたのだが 思わしい就職口もなくて困っているのでどこかにお世話願えまいかとそういう話だったでしょうそれをあなたはうっかり忘れてしまっていたのですあのことでしたかわかりましたわ今少しお待ちくださいませよい返事を差し上げたいといろいろ聞き合わせてるところでございますよできるだけお力添えいたしますわ 小川夫人が感謝しかつ依頼して自死去ったあとあなたは眉毛を寄せてたばこを一本ふかしましたねそれから眉毛を開いてこれはどこかへ世話してやらねばなるまいと考えましたねそれが当然のことではありませんかその考えのためあなたは一層はればれとした心地で女中を従えて墓地へ向かいましたでしょ よく晴れたたでしたね。早春の冷気も何か真たりでもくるまれたように柔らかでした商船電車もさほど混んではいず武蔵境の乗り換え駅でもあまり待たずに済みました小さな女の子にあなたは微笑みかけてちょっと言葉をかけましたね玉墓地の入り口の茶屋で一休みしてそれから墓に参りました玉墓地は いわば公園づくりで少しも陰気ではなくあちこちに松の木が定々とそびえもう小鳥の声も聞こえて植え込みの木々も若めを膨らませていましたそこの一隅玉砂利の上にかがみ込み陽光の中に立ち上る線香の淡い煙を肩先に受けて黒御影石の石碑に向かい両手を合わせてるそのあなたの素顔は もうんでではありませんでしたよ。つまり未亡人としてのいやらしさはなくなってすっきりした一個の女性でしたその時あなたは何を祈りましたか何にも祈ることなんかもったいませんでしたね大義士に当選することなんかも念願せずまして公正参与官のことなんかも念頭になく3年前に亡くなった夫に助力も頼まず 霊界に向かっての記念もなく、つまり無心だったのです目をつぶり手を合わせてるだけで祈りの言葉が何もなかったのです言葉がないことは思考がないことですなぜならものを考えるのはただ言葉によるよりほかはありませんからねその時あなたは何の言葉も持っていませんでした言いかえれば んの考えも持っていませんでしたその無関心のあなたは立派でしたよすっきりしていましたまるで白痴のようにそうですすっきりした白痴そんなものがあったらどんなにか美しいことでしょうやがてあなたは立ち上がり女中に場所を譲って拝ませ墓の生け垣の刈り込みの具合などを見調べ それからブラブラと木とを商用し茶屋に立ち寄って墓の樹木の手入れのことを相談し適宜な茶台を置き貴婦人めいた虚そで立ち去りました茶屋から出ると足を早めて帰りを急ぎましたねいろいろなことが一度に頭に浮かんだのでしょう活動活動それがあなたを待っていたのですそして あなたの目は輝いていきましたが、瞳は複雑に濁っていましたよ。ご視聴ありがとうございました。豊島義雄作の作品は他にもこのようなものを朗読しております。どうぞ合わせてご視聴ください。